さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リチです。ブロックエ実況第95回ということで、今回はブワーブ夏祭り、間違えた、ここじゃない、広く場所の方へ行っていきたいなと思います。ということで、今そう、何や、スザクラの妖怪シリーズが来てますけど、スルーで、とりあえずまずチャンスボスとなんか噛んだ、チャンスボス、スズクがいい、どこ、いた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 、まあじゃあちょっと終わらせますけど、はい、終了。ということで、早速超上級の方行きたいなと思います。57でも大丈夫か。ということで、赤属性デッキで行きたいなと思います。ただな、この女デッキな、リンゴがやられたらしまいやねんな。さて、ちょっとな、なぜかしらアミティグのいるところをよく狙われるか、場所を変えたんだよね。もともとリンゴの場所だったところ、結構ひどかった、集中砲火されてたのを思い出してる。もうほんとなんでそこだけ知らない、もう噛んだ、まあ集中砲火食らったわけですよ、本当に。突撃は最初こいつ倒したかったけど、こいつの火力高いねんて。で、こういったら倒せる。OKOK。なんかいっぱい折れた。てかちょっと痛い。赤が割れない。あ、6連鎖いった。いやー、
リンゴにやめて。あ、もったいねえ。しかもどこまで行くん。赤と紫じゃない、あ、紫か、え、赤か。赤割れないか。これ赤割れに、あ、割れるか、あ、割れ、あ、割れば。なんかミスった。もうやリンゴさんにはやめてほしいんだよな。あ、ちょ、一段ミスったし。お、7連鎖。とスキル火力上げて攻撃して、やめろ、列割って、あー、チャンスプ言われた。よろしくてよ。
あいいや。プロはリンスさんやったけど、まあいいや。あ、ニノさんや。ニノさんスキル発動してるのスキル発。なんか塔が抜けた。なんで？やめろ、邪魔をするな。よし、終わり終わり。おお、286個、おいしい。お、これ間に合うか、間に合うか、あれチャンスボーズ間に合うのか。どうなんだろうな、チャンスボス間に合ったのかな、これチャンスタイム間に合ってる。うん、美味しい。まさかチャンスボスが来るとは思わんかったな。まあいいや、ちょうどやる気もなくなったし、よし、じゃあということで今回の実況は以上で終わりたいなと思います。ということで次回は、これか、あー違う、こっちじゃない、こっちじゃない、あーなんで戻っちゃったと、プロアップカップの方やっていきたいなと思います。ということでヌバさんが来るということで、何ラストのカリオシリーズ、なんか選択しちゃったかな、わからんけどシリーズが。海の日のガチャは多分やらない。石が石だし。はい、待って、今特殊素材ウィークって出んなかった。おー来たー。ちょっと100点テストやら素材とかいっぱい欲しかったんじゃないな。バージョンアップ予定も来るんだね。あ、うん、多分あまし全得意にならないアップデートだった。まあ、いや、ということで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はまだの方で、この動画を気に入っていただけましたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。この他にも実写チャンネル、ニコニコ生放送もやってますので、そちらも合わせてお願いします。パソコンで見ている方はこちらにあるボタンからチャンネル登録とお願いします。このチャンネルのチャンネル登録はこのボタンから、実写チャンネル、チャンネル登録はこのボタンから、この動画の再生リストはこのボタンからそれぞれお願いします。スマホ、タブレットなどで見ている方は下にある動画説明欄にリンクが貼ってありますので、そちらからお願いします。また皆様のご視聴をお待ちしております。バイバイ。